この時間はゲストの方に新興市場の動向などについてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは。日経平均、はい、今200円高ということで、はい、まあ、しっかりですけれども、ね、はい、堅調に推移しています。日経平均株価の方ですね、チャートをちょっと日経平均の最近の日足のチャートを映していただけますでしょうか。はい、はい、日経平均の方はですね、一昨日ですね、急落したわけなんですけれども、343円安ですか。これはまあ、上ちょっとここから行きづらいかなと、まあ、その前の急落前の揉み合いゾーンまで到達してまいりましたので、それで、下に仕掛けてやるという感じで先物等が、の売り仕掛けが出て下げが加速したという感じだったと思うんですね。だから、まあ、とりあえず下値を試すような感じになった形です。そして、まあ、昨日ですか、今日と反発してまいりました。こういった形で、まあ、とりあえずその9月8日の終値が 17,427 円なんですが、そのあたり、これザラバーで出てるかもしれませんけれども、その辺ですね、そのあたりが、今後、押しが入ってくるとすれば、そのあたりがちょっと下値の限界になるのかなと。それで、今後はですね、25日線以上の水準でもあります 1万8000円より上でですね、とりあえず前半あたりで、揉め合えれば、理想的な形、底入れに向かう理想的な形かなというふうに思います。中国型株の方が結構動いております。というところで、ちょっと私が持ってきたグラフを映しますとですね、こういう形になってまして、映りますでしょうか。これですね、日経平均株価とジャスダック平均マザーズ指数の推移を見たものなんですけども、これは年初からですね、年初スタート時点は日経平均株価が非常に調子よくてですね、相対力指数、相対的にこの真ん中の青い線が日経平均株価で、それとに対してその新興市場を見ると弱かったんですけども、その後は同じように上がってまいりまして、どちらかというと上昇局面、新興市場の方が強いという形ですね。日経平均のパフォーマンスに対して上向きになってますので強いという形になりました。その後調整局面になると、どちらかというと内需系銘柄の多いジャスダック平均の方は、ほぼ横ばいだったんですけども、マザーズ指数とかですね、これ新興市場の方は、日経平均株価よりも非常に弱い動きになったと。でその後、底打ち感といいますか、若干ちょっとボトムアウト感が出てきてですね、その後は再び新興市場の方が上向き強い形になっています。年初からのパフォーマンスも、ジャスダック平均は日経平均株価を上回っているという形になってまいりました。というところでですね、その中古型株中心の物色という形になるんですけれども、来週のスケジュールを少し、見ますとですね、来週は月曜日に中国の GDP、7、9月の GDP の発表がございまして、こちらが4、6月が 7% だったんですが、多分今回市場予想の方は 6.8% という前年同期の予想でございまして、そういったところが若干ちょっと嫌気される場面もあるのかなという形で、まだ一気に上値に向かうような状況ではないかと思います。あと火曜日には百貨店売上高ですね、日本国内の内需を見る指標として、インバウンド消費を見る指標として百貨店売上高が出てまいりまして、あとその中国はその GDP 月曜日あたりはその鉱工業生産とか小売売上高なんかも注目されますね。それから週末といいますか、22日が ECB 理事会、こちらの方で金融緩和の動きが出るかどうか、金曜日は注目の中国財新製造業 PMI、 そしてユーロ圏の製造業 PMI という形が出てまいりますというところが、重要な指標が出てまいりますので、来週の経済指標注目かというふうに思います。それでは今回、銘柄の方をちょっと紹介させていただきますけれども、こちらの方はですね、株価が戻り歩調にある新規公開銘柄というところで、17銘柄か8銘柄をピックアップしてみました。直近ですね、過去1年以内の上場銘柄からセレクトといいますかですね、選んでみました。
というところで、まずこのが1枚目なんですけれども、ご覧の通りでございます。こういった形でコード順に並べております。この M っていうのはマザーズですね。丸には少ないですけども、東証2部、まあ、新興市場と言えるかどうかは別としてですね、あと J がジャスダック、ほとんどマザーズ上場ですね。それから全て100株単位の取引になっております。業績は非常に好調な銘柄からありまして、営業利益の伸び率が今期、ここの真ん中、これ前期実績で、ここは今期ですね、今期が 8% 以上の営業増益、来期が 5% 以上の営業増益予想というところで、 PR はまあ成長性も高いので45倍以下というところで出してみました。あと売買代金もまあほどほどにできているという形ですね。あと株価が上昇中の25日同位平均線を上回っている銘柄というところで、ちょっと出直りかけていると、もしくはまあ出直っている銘柄から選びました。この1430ファーストコーポレーションなんですけども、これは首都圏で分譲マンションの建設なんかをやっておりまして、12月1日付で1株4株への分割を発表しております。配当成功の目標は 30% がベドになっているというところですね。それから業績予想、会社の業績予想は 86% 増益予想なんですけども、やや固めという形です。これ東洋経済の予想ですけども 89% ぐらいの増益予想になってますね。で、用地取得から設計施工まで一貫して手掛けております。手持ち工事も豊富というところですね。あとこれを、それからこのベステラというのは最近ずっと上がってまいりまして、9月の安値からですね、公開後の安値から 280%、 3.8 倍ぐらいになってます。というところで、今日は利益確定売りで大幅安、大幅反落という形ですけれども、まあ、建設関連として技術力も高くてですね、高炉解体の長期工事を受注しているというところであります。それから、マーケットエンタープライズというのがありますが、これはネット上で中古品の売買をやる自社サイトで、買取サイトがたくさん持ってまして、高く売れる .com というのを持っています。こちらの方業績好調ですよね、非常にね。ネット型のリユース再利用の事業をやってます。あと CRE、 こちら東証2部なんですけども、今期中の東証1部上場を会社側としては狙っているというところでございまして、これは首都圏でですね、物流施設の開発賃貸を行う、開発賃貸を行う会社でございまして、開発というのは物流施設、大型倉庫を企画して建設して、それで売却すると。で、売却してその後の賃、なんて言いますか、賃貸した賃借先からですね、賃料とかそういう管理を受け取ったり、そういう管理を行うんですね。そういう事業を行ってまして、首都圏ですから最近は東京外環自動車道でありますとか、首都圏中央連絡自動車道でありますとか、そういう首都圏の自動車道が整備されています。そういったところで、まあ、今後物流の需要は非常に好調でですね、例えば2年前に作った倉庫が現在、2年前というか 今期ですね、売却する倉庫が2年前にもうすでに借り主が決まってたりするようで、いうふうな、まあ、非常に好調な状況、なんて言いますか、環境にございます。それからそうですね、シフト、こちらの方はソフトウェアのテストで、これは企業とか観光庁向けのソフトウェアのテスト事業であるとか、海外のスマホ向けのアプリを国内に持ってきた場合のテストとかをやってる会社です。こちらも業績非常に好調。マークライン、こちらの方は完成品とか部品メーカー向けの、自動車業界向けの情報サイトをやってます。こちらも順調に業績を伸ばしております。株価の方もこの辺ですね、非常に出直り色がちょっと徐々に強まってきている感じですね。あとこちらビッグデータ分析で反則支援のが2銘柄ございます。例えばこちらのデータセクションはですね、交流サイト、SNS のツイッターとかそういったところのつぶやきを分析して、そういったビッグデータを分析して反則支援につなげる。アルベルトという読むんですけども、アルベルトはですね、こちらの方は流通向けが中心で、例えばその企業のビッグデータがあります。例えば、EC サイトの購入履歴であるとか、ポスデータであるとかですね、オフィスのデータであるとか、そういうのを活用して、反則につなげていくという会社ですね。あとそれからショーケース TV、 こちらの方は
こちらの方はですね、書いてます、制約高めるウェブ最適化ツールって書いてますけども、企業のウェブサイトをスマホ向けに最適化するツールを開発しているという会社であります。こちら大株主の売りとかがあって株価がずっと下がってきたんですけれども、若干下げ止まってきたという感じですね。 PCI ホールディングス、これは自動車向けのソフト委託会、自動車業界向けとか中心にソフト委託の開発を行っています。自動車向けのですね、放送通信サービスを事業化予定の企業を買収した、買収じゃない、出資したということを昨日発表していますね。2枚目、キーパー技研、こちらの方は自動車向けのですね、コーティング製品を開発して、直営店舗、フランチャイズ店舗を全国に展開しております。購入から廃車までの期間が長期化しておりまして、高価なですね、コーティング需要が増加しているということですね。あとファーストロジック、こちらの方は個人の不動産投資ポータルサイトというところですね。楽町っていうんですか、あと大家さんの味方という賃貸経営向けサイトも作ってます。あと動物行動医療センター、こちらは一般の動物病院から紹介を受けて、診療します。全国で3000件を超える提携先が、医療医院がございまして、がんとか心臓病とか、例えばワンちゃんとかですね、猫ちゃんとか増えてますので、そういったとか割と高額化の医療をやっているということですね。じゃあ時間がなくなってまいりましたけれども、レントラックス、こちらは、成果保持型のウェブサービス、主力は金融自動車業界、6046リンクバルはマチコンイベントの企画で、地域の活性化を兼ねてですね、その町での合コンのイベントを行うということで、そういったところで、恋愛の紹介、サイトですか、情報サイトとか結婚紹介の相談所の紹介なんかも行っているところですね。あとそうですね、リンクバル、こちらの方は今のですね、デザインワン、口コミ情報サイト、駅店を行っているということで、あらゆる他業種の店の情報を口コミと情報に掲載している。それから伊藤黒、こちら塾ナビとか教育の塾の紹介サイトですね、こういうのを行っている会社です。これなんかも非常に業績良くなってますね。そういったところで、今日は18銘柄ですか、紹介させていただきました。本日は以上でございます。中村さん、よろしくお願いします。はい、浅井さんに伝えていただきました。